違反の有無を調べる専門家パネルが今年の年次報告書の中で指摘したものです。金融機関や仮想通貨の交換業者などへのサイバー攻撃によるもので、盗んだ資金を核兵器や弾道ミサイルの開発推進に充てたとみられております。仮想通貨は追跡が難しく、規制も比較的緩いため、北朝鮮が制裁逃れで利用しているとされますと、なっておりますが。そうなんですよね。これまあ前々から指摘されていたことなんですけども、あのコインチェックでね、盗まれた、はい、あの仮想通貨なんかも、ね、北朝鮮に渡ってるんじゃないかなんてことは、ね、言われてます。で結局あの、今はねもうだいぶセキュリティが相当強くなってきましたから、あまりここ最近は大きな流出事件はないですよね。でもねコインチェックの後にまたいくつかあの日本でもあったりとかしましたから、あの確実ってことはないと思うんですね。で北朝鮮はやっぱりすごいなと思うのは、北朝鮮なんかあらゆるものが遅れてそうじゃないですか、ところがこのサイバーを攻撃する、その まさにこれテロですよ、そういうテロ部隊はもう徹底的に英才教育を施しているわけですよね。で、まあ、そういう人たちの、まあ、だって日本のなんか、なんかフィンテック本当に甘くて、例えばあの、まあ、コインチェックなんかの例を出すまでもなく、去年の例で言えばあのセブンイレブンがね、はい、認証をうまく利用して銀行から持っていったとかっていうのがあったじゃないですか。であれよくよく聞いてみたら、あのかなり重大な欠陥がセブンイレブン側にあったんですよね。で具体的に言うとあの2段階認証をつけてなかったんですよ。普通フィンテック系なんて2段階認証なんか当たり前じゃないですか。その2段階認証っていうのは何か申し込むと自分の登録してあるメールに何か確認通知が来て、でこれをクリックしたら2段階認証で番号を入れて完了とかあるじゃないですか。でこれをセブンイレブンの社長が記者団から聞かれてたら、どうも2段階認証って言葉を知らなかったっていう。そもそもそのレベルなんですよね。もういくらなんでもそんなことやってると、もう北朝鮮からですね、もういくらでもあのやられちゃいますから、で特に仮想通貨なんてあの足つかずにもうバンバン、あの持ってっちゃって、その場でも、まあ、あの裏で売れちゃいますからね。であのもちろんブロックチェーン上にあの動きは全部記載されているとはいえ、そのあの ID が誰が持っているのかっていうことと紐付けられないんですよね。でさらに言えばその、まあ、だいぶあの仮想通貨なんかも取引する場合の本人認証とか相当国際的に厳しくなってきてるんですけども、ただあの裏マーケットがあるわけですよ。裏マーケットで個人情報を全く伏せた形で、あの現金化するっていう裏マーケットがあるので、だからそうするとあの結局ああの、米ドル現金と一緒であの足がつかないから、あと北朝鮮 の、 あの無垢の地金ですか、あの刻印のないやつね、それをどっか持っていけば原料でちゃんとしたものになっちゃいますからね、まあ蛇の道は蛇じゃないですけども、ここはちょっとあの万全の対策をしないといけないんじゃないかなと思いますね。ちょっと関連するようで申し訳ないんですけども、あの X ゴールドがですね、大変なことになりまして、まだ2ヶ月しか経ってないんですけど、発行残高6億5000万円を超えたんですね。で、X 円と合わせると発行済み残高が8億5000万になったんですよ。で、つい数日前に X プラチナがスタートしたんです。で、あの来週はですね、あの今度 X、シルバー、これ今ゴールド、これ今 10g ありますけどもね、これプラチナですよね、まあ、イーサリアムがあって、あとまあ各国通貨ありますけど、ここに今度銀が入って、でシルバーの次はダイヤモンドで、まあ、今度あの、まあ、プラチナと銀が出たのを記念してですね、あの ZOZO の前澤さんが、あのお金配りおじさんってやってるじゃないですか、私あの金塊配りお兄さん、金塊プレゼントするの？はい、あの詳細はですね、ウェブサイトツイッターなんかで出しますけど、これをですね、これ本物の1オンス金貨なんですよ。
これをですね何枚もあの買ってきました。これオーストリアの造幣局が作っているウィンフィルの金貨なんですけども、これをですね今回6名の方に、はい、まあ、詳細はちょっとツイッターなどで16日からかなスタートしますけども、私のツイッターをフォローしてリツイートして、で、あの X ウォレットを、これ無料ですからダウンロードすると申し込める。あとポンタから金に変えられますので、ポンタから X 円に変えた人だから3枚ずつ今6枚用意してるんですね。で、まあ、あのちょっとあの人気が出てきたら もっと枚数増やしてもいいかなと思って、これだいたい時価で言うと、これね純度最高クラス9999で、これ今だいたい20万円から21万円ぐらいします。これがですか？これがです。ちょっと持ってみてください。ずっしりで、これ 31g ですからね。じゃあちょっと失礼しますね。なんか純度高いから指紋ついちゃいそう。9999ですよ。これはもう地金と一緒ですからね。ねえ、これだから金閣張りお兄さんやりますから。金閣張りお兄さん大劇のモノマネしたくなりますねこれね。お主も悪いよね。越前屋の気分になってますね。ありがとうございます。どうも、はい、貴重なものを。あ、ちょっと持ってみて、これ、はい、本物ですか、ね、いや本当重たいですね、ずしっと。昔金銀パールプレゼントって CM ありましたけどね。その年代私子供の時だけどありましたね、ご存知それ？存じ上げてますよ。作曲、え、じゃあ武田さんも知ってる？知らないです、知らないです。作曲小林亜星ですか？そうそう、ね、洗濯石鹸ですよね、洗濯洗剤のね、はいはいはい、金銀パールプレゼント。パール、あ、なんか懐かしい。武田さん聞いてましたよ。すごいね。だってこれ金、これ X ゴールド買った人が6億5000万円ですからね。で実際に地金をねうちの店で渡してますから、もう毎日もう 500g、1000g とバンバン渡してます。まあ、詳細につきましては改めて武田誠也さんのツイッターをね、はい、はい、これからツイートします。結局武田さん何屋さんになっちゃったの？ラーメン屋。私ラーメン屋ですからね。じゃあこっちは何なの？これは副業です。あ、そうなの。副業が多すぎませんか？これ X コインで買えるのって、金とラーメンだけなんです。今まだね。で今これ金融庁の登録を受けると加盟店バーッとできますけど、今は金とラーメンしか買えないし、しかもあの黒帯ラーメンだけでしょ。黒帯ラーメンだけです。あ、 DHC ビールも、ね、X コインで飲めますからね。飲めるけれども それだけ。そう、やっぱみんなに金買いたかったんだと思うんですよ。金を買うっていう体験をしたかったってことね。だってこれ本人確認もないからすぐできるんですよね。だって金買うのって結構難しいですから。金ガンガン上がってるじゃないですか、でもね上がってるなと思っても実際に買った人ってごくわずかなんですけども、X ウォレットダウンロードして円チャージしてすぐ金売買できるので、本人確認もないんですね。そうか、これめちゃくちゃ簡単なので、誰もがじゃあちょっと1000円だけ買ってみようとかね、毎月ちょっとずつ買うとかできますからね。多分みんな金買いたかったんですよ。買い方が難しかったんですよ。お話の最初は北朝鮮の北朝鮮、すいません、ちょっとアンポリカフェルがしてきてるニュースされたんですけど、でも北朝鮮の仮想通貨盗むっていうのはこれ中国に対してもだいぶやっていましたよね。それで、特に中国では人民元に対する、あの信頼がないので、ね、その何かに変えたい、で、はい、ビットコインか何かに変えて海外に持ち出すっていう、でも国際送金って中国からだと難しいですよね。なのでビットコインに一度しちゃうと、もう当局関係なく遅れちゃう。だからもう今はなくなりましたけども、マカオのカジノ上に、その現金を入れてビットコインを変えるマシンが置いてあるとか何件かあったんですけども、一日中長蛇の列ですよ。あ、そう、みんな中国人がもう100元札をもうバンバン入れてビットコインペーパーウォレットにして、で一度それをやっちゃったらもうあとはもう当局関係なしに動かせちゃいますから。どれだけ人民元がクズかって話ですよね、はい、まあでも本当中国はね、普通に ATM で偽札が出てくる国ですからね。本当そうですよ。誰も信用してませんからね。そうで私も昔ね行って、あの銀行の窓口で、中国銀行の窓口で、まあ、ちょっとまとまった金額をこのあれしようと両替しようとして、日本円持ってってですよ、もう3人がかりだからね。はあ、あのシャーッとこう数えるやつあるじゃないですか、数えるだけじゃないんですよ、一人一人がこうやって1枚1枚、人の1万円札を何ですかっていう話なんですけれども、それぐらいだから自分どもの国の通貨が信用できないから、しかも権面が毛沢東ですからね。それもそうなのよね。世界も人類史上最悪の虐殺者ですから。そうある時からあれ全部毛沢東になっちゃったんですよ、ね、ああいうお札を入れてると運気落ちると思うんですよ。いやだからね、こういうね金貨をお財布入れてると運気上がるんですよ。そうかもしれません、ね、だって毛沢東の顔入れたら絶対運気落ちますよね。確かにね。だって6000万人もう
下手したら1億人殺してるんですからね。トップですからね、ダントツですからね。すいません、非常に興味深いお話しすぎないところなんですが、残念ながら本日もエンディングの時間を迎えてしまいました、ごめんなさい。改めまして、木曜日の真相深入り虎ノ門ニュース、レギュラーコメンテーターをお願い申し上げましたのは、おなじみジャーナリストの有本香里さんと作家の武田恒康さんのお二方でした。本日も濃密強力な解説を誠にありがとうございました。またのご登場お待ち申し上げております。さて明日